アキルノショッピングシティは東京都アキルノ市のアキルノルピアアキルノ東急及び秋川四丁目周辺の商店街商業地域である。アキルノ市内の商店のルピア店やアキルノ市の公共施設が併設されたショッピングセンター。管理などは第3セクターの秋川総合開発公社が行う。この施設の隣には東急がある。 2006年3月に一部リニューアルして、現在の店舗形態になっている。2015年9月現在、閉店や移動が多くなっている現状で、特に2階は、半分地下やキテナントが目立つ状況であり、市の就業、子育て窓口が入居している、東急ストアを各店舗とする GMS、東急と各種専門店が入居。2006年3月に大幅リニューアルした。 2008年2009年順次新しい店舗停滞へ変更を行う一部テナント撤退などがあり2014年7月新テナントオープンとリニューアルを図った2015年秋改装工事中であり直営が減り新テナントが11月下旬前後からリニューアルが順次行われたアキルの東急ルピアの来店者に東急内や周辺に駐車場があり 近年コインパーキングタイムズのシステムを導入したため、来店以外の駐車のみ現在有料である、イオンモール日の出2007年11月に、隣の西多摩郡日の出町に、旧サティや映画館など併設された、イオンモール日の出が開店した。オープン後、客足が変わる傾向になりつつある。近隣店舗ではいろいろイベントやセールに力を入れている。例えば、 アキルノ東急の場合、東急カードの会員向けに、定期的にイベントが行われている。その他の店でも、いろいろ価格やサービスを充実を入れようとしている。ちなみに、2007年8月に、アキルノ市中央図書館がオープンし、周辺の賑わいを見せている。無印イコール非公式イコール公式、スナップスコのホカルピアテナントや周辺店舗、ありがとうございます。